今回の弾道ミサイルの発射は航空機や船舶の安全確保の観点から極めて問題のある行為であるとともに安保理決議等への明白な違反であります。我が国としてはこのような北朝鮮による度重なる挑発行為を断じて容認できず北朝鮮に対し厳重に抗議を行い強く非難をしました。 韓国国防省は ICBM 大陸間弾道ミサイルではないとしています北朝鮮は今月14日にも西部のクソン付近から中距離弾道ミサイルの火星12を発射しています総理官邸では午後6時過ぎから安倍総理や関係省庁の幹部らが NSC 国家安全保障会議を開き対応を協議しました